ビジネスラブ。国内外で広く事業展開する竹中工務店。創業以来400年以上、棟梁精神のもと数々の作品を手掛けてきました。その伝統を支え続けてきたものとは。良い仕事がですね、良い人を育て、良い人が良い仕事を生むという、人材育成の考え方がございます。それをベースにしたものが新入社員教育でございまして、それがやはり私ども一番大切にしておるものでございます。今各方面から注目を集めている独自の新入社員教育とは。兵庫県神戸市にある社員寮深江築友寮、新入社員は全員ここで1年間の寮生活を送ります。ここからそれぞれの配属先に出勤していきます。おはようございます。入社1年目の久野里さんは富山県出身。向かったのは大阪市内の建設現場です。社内では作業所と呼びます。2年後には地上13階建ての先進医療施設が完成します。この新入社員教育制度の特徴の一つ、新人にはそれぞれ指導担当者が決められマンツーマンで指導します。多くの関係者が常に動く作業所では、新人といえどもミスは許されません。工事の進捗状況の把握や危険予知などやるべきことは山積み。この作業所に配属されて1ヶ月半が経った久野里さん、ある程度の辛さもあるだろうと思ってたんですけど、それ以上にやっぱり楽しいっていう印象ですね。もともと目の前でどんどんできていくっていうのを見たかったんで。新入社員は全員1年目に作業所を含めた2つから3つの部署に配属されます。これはジョブローテーションというシステム。専門性にとらわれない広い業務経験を積むことで、建築のプロとしての土台を築く狙いがあります。さらに多くの先輩の社員とですね、接することで自分の将来像を描いていくことにもつながっていくと。仕事が終わり寮に戻る久野里さん、2人1部屋、奥の時間も同僚と一緒というのはもしや窮屈なのでは。そうですね、最初はやっぱり1人の時間も欲しいかなというふうな、ちょっと不安ではあったんですけど、仕事が辛い時とかにも支えてくれたり、すごくそういう意味ではいい経験できたかなというふうに思います。別棟のホールで週に1回開催される寮の自治会、寮生活でのルールは全て自分たちで話し合って決めます。春には研修を終え全国の配属先へ、そしてこの同期のネットワークは今後の仕事に大いに生かされます。新入社員教育で培われたやはり絆、強い絆っていうものがですね、より強い組織づくりに寄与してですね、それが弊社としてのですね、強みになっていくと。